琉球対戦ハブバツマンは架空のテレビアニメ。日本の企業、チュラプランニングが、土産物用のキャラクターとして、企画、展開している。同社が企画した、琉球伝説、モエチンの続編という位置づけがなされている。公式サイト上の設定では、深夜26時枠で放送されるも、平均視聴率0.1%というあまりの人気のなさに、 頼みのキャラクターグッズが全く売れず、制作プロダクションが倒産。物語も、中盤以降は、モンスター戦よりも、日本国からの独立、米国との侵略戦争など、に、雷の戦いがより社会的なものとなり、大きな批判をよくるも、元社員が騒ぎに乗じて、グッズの在庫を持ち逃げし、チャタンのフリーマーケットで販売したところ少し、売れ始めた幻の萌えアニメとされている。 前作、琉球伝説。萌え賃の、足りなかった、萌えを保管することを目的として制作された。このアニメの主人公上運転にライを起用した、皇術の土産物が他企業と共同開発されており、いわゆる、萌え起こしの企画。キャラクターデザインはトロビ。他企業との共同開発により、以下の商品が展開されている。いずれの商品も沖縄県内の観光名所を、 題材にした沖縄観光案内トレカがランダムで1枚封入されている。チンピン堂の OEM 商品で同社のミルクアジチンスコー、ミルキーの18個入りパック。2010年12月にパッケージイラストがリニューアルされた。チュラプランニングとチンピン堂の共同開発商品には他に小高ラチンコスコーが存在する。受付酒造との共同開発商品、アワも 絵の第2弾。アルコール度数17度、720ml 瓶入りの泡盛りベースのシークワーサーリキュール。商品1箱につき1枚、琉球モンスタートレカが同梱されている。ありがとうございます。